さあ赤番のホームから駆け上がった5番車中川、正攻法木村幸喜にプレッシャーをかけます。その前受け木村どう対応するか、まだ粘るような感じ。2コーナー回って向こう上目に入ります。さあ中川が一旦木村幸喜を抑えに行く。すんなりと木村が下げました。さあ木村が中段狙いの攻防でしょうか。外目駆け上がった2番車西徹、一旦スローに流れて3、4コーナーペースは5番の中川が取ります。中段の外を抑えた2番の西、内で木村幸喜粘っていきますが、さあスローと見たか西徹が少し追い出しをかける。しかしこれを見て中川茂樹反応してこのままペースを上げます。さあ中段の攻防戦は外に西徹、内に7番の木村幸喜です。1コーナーから2コーナーカーブ、逃げる5番の中川茂樹、ここは腹をくくった。しかし中段並走西徹まだこらえて、最終バック木村幸喜ちょっとインに詰まってるが、果たして切り抜けるか。最終3コーナーに向かって、さあ西徹が縦に踏んでいきますが、ちょっとこれも伸びがありません。先頭は中川茂樹、好展開は内山、ようやく切り抜けた木村幸喜がまくり追い込んだ直線コース。先頭は中川茂樹、追い込む内山ですが、外から木村幸喜だ。いいお疲れ、ピンチだった、切り抜けた、なんだこれ、刺さんやん。吉田来た。西さんに蓋をされ、なかなか厳しい展開だったと思うんですけど、いかがでした？まあ、作戦でももう中段で、まあ、どかせればどかしてみたいな作戦で、ずる引きでかましはちょっとみたいな感じだったので、まあ、中段どかせれば一番良かったんですけど、まあ、西さんも中段中段でうまく出しられて、まあ、ちょっとピンチだったんですけど、まあ、西さんが仕掛けてくれた分、最後コースがいたので、まあ、自分だけだったんですけど、まあ、一着これたので、良かったです。明日は頑張りたいと思います。ちなみに明日の対戦相手は誰ですか？黒川さんと高倉さんだったんですね。まあ、黒川さん広島で1回やられてるので、あ、じゃあリベンジしたいですね。そのチャンス、はい、